あ、ただいまお邪魔します。びっくりした。なんだろうね、ママ。なんだろう、なんだろうね。いらっしゃいませ。いらっしゃいませ。お待たせしました。三寿のお祝いに仙台頼子様の人生を落語にさせていただきました。明日は明日の風が吹く。昔から好きな言葉なんだけど、80歳、30を迎えた今なら、ちょっとは説得力があるのかしら。80を漢字で書くと、傘の略字になるから30。雨なら大抵傘でなんとかなるけども、私が生まれたのは、傘じゃ防げないようなものが降ってきてた時代でね。私ね、ぼーっとしてるってよくみんなに言われるんだ。通知線にも先生から、理解が浅い、楽天的で困った顔を見せないとかって書かれるし、運動会でも、よーい、ドンってピストル鳴らされるとびっくりして後ろに下がっちゃうの。だってしょうがないよね。その音が怖くてたまらなかったのがまだちょっと前なんだもん。来たぞーって声と空襲警報が聞こえてすぐアメリカの飛行機が釧路の街に飛んできたの。みんなで必死に防空壕まで逃げてね。爆弾の落ちる音と天井からポロポロ崩れてくる土の感触はしっかり覚えてるよ。それから少しして戦争が終わって母さんと家にいたらいきなり知らない兵隊のおじさんが入ってきたの。ただいま、よっちゃんおいで。母さん、兵隊さん入ってきた、怖い。よっちゃん、母さん、知らない兵隊のおじさんがよっちゃんを呼ぶって、母さんに父さんよって教えてもらうまで私父さんのことすっかり忘れちゃってて、それから母さんが戦争から帰ってきた父さんに土下座してごめんなさい、ごめんなさいって泣きながら謝ってたんだ。姉さんのこと、私ね、7人兄弟の3番目で本当は姉さんが2人いたの。高子姉さんは私が生まれる前に天国に行っちゃって、久子姉さんはよくおんぶしてくれたんだけど、怪我した足からバイキンが入って同じところに行っちゃった。リンゴが食べたいって病院で泣いてたって話しながら泣き止まない母さんを父さんが仕方ない仕方ないって優しく慰めてたな。だから私にはすごく過保護でね、二人は仕事があるから、母さんの妹のキミちゃんとリッちゃんとフミちゃんが来てくれて、髪結んだり、服着せてくれたり、何でもしてくれるの。父さんが始めた水産加工の会社が景気いいから、学校もフリルがついた段々のワンピース着て通って、運動会まで、みんなは体操服なのに、私だけワンピースだったんだから、まあ、いいけど。母さん、お小遣いちょうだい。また映画見に行きたいの。子供の頃ね、
女のお兄さんに映画に連れてってもらって、そこから映画が大好きになってね、母さんにお小遣いをもらって一人でもよく見に行ってたな。中学からはね、よろずや金之助、かっこいいのよ金ちゃんが、なんてこと言ってられたのは中3までだったな。よっちゃん、大学行きたかったら行かせてやるからなって、下に4人も兄弟いるのに言ってくれてた父さんが脳出血で突然死んじゃって、少し前からフラフラして赤い顔してたから病院行った方がいいってみんなで言ってたのに聞かないで、とにかくお酒が好きな父さんでね、急に3日くらい帰ってこない時があって、あそこだって思いついた母さんが近所の居酒屋のおかみさんのとこからひっ捕まえてきて怒ってたこともあったっけ。お酒飲んでた時に転がってそのまま、大黒柱を失ったうちの家計は一気に苦しくなってね、何が何でも公立に行かなきゃって必死で勉強して釧路湖寮に入って、一番下の妹なんて10個も離れてるから、学校が終わるとすぐ帰って水汲みして家の手伝いの毎日で、恋なんてもちろんしてる暇ないし、楽しいことなんて何にもなかったな。ただ一つね、高校行ってよかったなって思えたのは、就職が釧路ガスに決まったの。今まで料理は薪でやってたのが、社員はガスを無料で提供してもらえるのよ。ガス設置の日、ポッて青い火がついた瞬間、母さんの目から涙がこぼれてね、より子ありがとうって本当に嬉しそうで、喜んでもらえてよかったなって、私も嬉しかった。働いててお昼になるとね、姉さん、はい、お弁当って妹と弟が持ってきてくれるんだけど、開けると白いご飯の下に納豆が入ってるだけのお弁当でさ、時代はもう戦後じゃないって言われてる高度経済成長期よ。東京でオリンピックもあったのよ。内心すっごく嫌だったけど、文句も言わずに食べてたっけ。そんな毎日を送ってたある日の帰り道に、後ろからバイクの音が聞こえてきてね、ヘイ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 、彼女、何？お仕事帰りにどこ行くの？帰るに決まってるべさ。暇してるならお茶行かない？行かない、二人乗りして危ないしょ。で、声をかけてきたバイクの二人組、二人とも同じ職場の人なんだけど、運転してたのが先輩で、後ろに乗ってたのがパパなの。パパが先輩にお願いして協力してもらったんだって。何度かそんなことがあるうち、食事に行くようになってね、気づいたら付き合ってた感じかな。パパが家に来て帰るときはね、ほら私恥ずかしがりでそんな好きとか言えないから、窓を全開にしてパパ
の姿が見えなくなるまで、島倉千代子のからたち日記のレコードかけるの。心で好きと叫んでも口では言えず、ただの人と。でね、それから21歳の時結婚して、22で島を産んで、24で美和を産んだの。美和を産んでから1歳半まで社宅で4人で暮らしてね、双子用のベビーカーで島と美和を散歩させて、料理を作ってパパの帰りを待って。思えばあの2年間は人生の中でも特に幸せな2年間にきっとなるんだろうな。お母さんが26歳の時にお父さんがガス会社を辞めて商店を始めたんだって。それからお父さんの両親と弟におばあちゃん、武宏も生まれたから、一気に10人家族になって、とんでもない忙しい毎日が始まったの。魔の2年間って呼んでるらしいけど、それでもお母さんは強くって、おじいちゃんがお客さんと、うちの嫁さん階段の音がうるさくてかなわないって話してるのが聞こえても、どんどんどんって気にせず上り下りしてるし、ただちょっと天然なところもあるんだよね。北湯沢の釣り堀に行った時は、切り株にお尻ぶつけて池にダイブしてね、アップアップ溺れてるからやばいと思ったら、膝までしか水なくて、周りに白い目で見られて、お姉ちゃんからは他人のふりしなって言われるし、テレビでキングコング見てた時、電話が鳴って、はい、もしもし、キングコングでございますって言っちゃったり、お土産もらうと袋も開けてないのに、あらまあ美味しそうなものって言うし、部活で腰痛めて整骨院連れてってもらった時は、受付にオウムがいてね、おはようって言うのに、おはようございますって返したり、面白いの。あ、そう、こないだなんて三者面談中に寝たのよ。ねえお母さんって先生に言われて、カクッって。もう小さい頃よくパパからもらったラブレターを読んで聞かせてくれてね、パパがそんなこと言うのってみんなで笑ったな。ママはパパのことが大好きでね、パパもママのことが大好きで、パパが、おい風呂入るぞって言うと、はーいってママが入っていくの。いや私高校生だよ、パパと入ってたのなんて小学校の低学年までかな。それからもずっとママとパパは一緒に入ってるけど、お前のそばにいるのが一番いいな、やあ気持ち悪いとか言いながら、そんな仲良しのパパとママ、パパは優しいし、ママは美人だし、二人とも私の自慢なんだ。こんちきしょって頑張んなさいがママの口癖なんだけど、お酒飲みすぎて次の日友達に電話して、小さな声で、私昨日何かしたって毎回やってるのは、もうちょっと頑張んなさいって思うけどね。人生80年経って、
やることはやってきたかなと思う。孫たちも成長して、ついに初めてのひ孫が生まれてね。かすみちゃん、かわいいのよ、かすみちゃん。元気が出る。孫たちの時は、みんなのパジャマを作ってあげてね。子供たちの時は、洋服作ってあげてたっけな。かすみちゃんには何してあげようかしら。パパも生きてたらどんなに喜んだでしょうね。人生で一番嬉しかったことは、子供が生まれて顔を見た瞬間かな。パパなんて、おい見てみろ、こんな可愛い子見たことないぞって大喜びで丹前に入れて近所中に見せびらかしてたっけ。一番悲しかったことは、そんなパパがいなくなっちゃったことだね。生きてて欲しかった。今なら二人でゆっくりできたのにね。60過ぎてからリュウマチに交通事故にガンって手術で克服したものの、どんどん弱っていってしまって、ずっと一緒にいたんだけど、いなかった日に限って病院から急変しましたって連絡が来てね。みんなで必死に駆けつけたのに、一人で行ってしまうんだもの、ひどいじゃない。まだ暖かいあなたに触れながら、パパ本当に行ってしまったの？聞いてももう答えてくれない。子供たちにあんな顔見せたの初めてだったんだから。あなたと最後にした会話覚えてる？亡くなる前日、病院から帰ろうとする私を引き止めて、おい、ほら、たまにはこっち来て一緒に寝るべって布団めくって必死な顔で言うもんだから、そこは病気の人が入るとこよって、大丈夫よって、心配いらないよってつもりです。素直に入っておけばよかったね。パパごめんね。パパのおかげで今の私がいるし、パパのおかげでみんながいるの。心配しないでも私は楽しくやってるわよ。娘も息子も元気で、孫にひ孫に囲まれて、綾菜に一馬に東馬からバーのグラタンが食べたい、バーの釧路のラーメンが食べたいって言われるのが嬉しくって、そりゃバーのラーメンはタレから自分で作るんだから美味しいよ。友達と会ったり電話したり、今日も今日とて穏やかな日々を過ごさせていただいてます。
明日は明日の風が吹く。今の夢は何って？そうだね、俳優の吉沢亮さんに会ってみたいね。いい男なのよ。毎週の大河ドラマが楽しみなんだもん。黙って先に行っちゃったんだから、それくらいはいいでしょ、パパ。ありがとうございます。幸せですね。ありがとうございました。ありがとうございました。